操。エイサー、この時間はエイサーの歴史、起源などの豆知識を紹介し、またエイサーに関する旬な情報を提供する番組です。リスナーの皆様からのエイサーに関するご意見、疑問、情報もお待ちしております。メッセージの宛先は 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。そしてエイサー会館準備室の Facebook でもメッセージを受け付けています。皆様からの貴重なご意見お待ちしております。ワントゥーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサー会館準備室の提供でお送りします。今週のお相手は FM 小田みみりと、明けましておめでとうございます、エイサー会館準備室宮城隆と、はい、いい正月デビル、エイサー会館準備室徳山です。よろしくお願いします。はい、心配より心配り、はい、ありがとうございます。漢字は一緒だけど読み方で意味が変わる、うん、はい、みんな喋ってるね。みんなで喋ろう。大渋滞、はい、新年だからね。OK、どんどん混んでるよ。喋りたくてうずうずしてたんじゃないですか。誰も引かない。じゃあ喋るよ、今日は1月かぶるかぶる1月5日いちごの日、はい、あ、そうなんですか。分からない、はい、囲碁の日って言ってましたっけ。あ、そうなの。あー、OK、じゃあ囲碁やっていこう。囲碁やっていこう。囲碁囲碁、1月5日だけで囲碁囲碁だからね、うん、今ね、うん、そうそう、囲碁囲碁、はい、そういうことで、はい、早速始めたいと思います。本当はよろしいよ、ね、はい、よろしくないけど行こうか。それではこのコーナー参りましょう、はい、エイサー豆知識のコーナー、チンチン、イエイエイイエイエイ、はい、それではよろしく。じゃあここからですね、ちょっと180度変わって真面目なお話していきたいと思いますんですけども、今日のテーマですね、はい、正月っていうこともあってですね、正月ってまた関係ないテーマでいきたいんですけども、うん、あのですね、正月ってご存知です？女さんのね、セラガキですね。ありがとうございます。はい、置いてけぼりになってますけど、置いてけぼりです。ごめんなさい。はい、あのですね、正月っていうのをちょっとこれから説明していきたいと思いますんで、ちょっとね、お耳越しよろしくお願いします。はい。で、旧盆愚装ってあの世からですね、帰ってくる先祖の魂を供養するためにエーサーって踊られてるって言ってますけど、はい、で先祖の霊以外にもですね、いろいろ霊が旧盆には来ると、うん、でその中でですね、代表的なのがガキですね、ガキと呼ばれる無縁仏がですね、ちょっといるんですけども、そちらのですね、はい、供養することせガキっていうんですが、それの説明ですね、うん、していきますと、うん、でガキってわかります？知らないです。あのメコメガネの楽器屋さんね。あ、それね、あれ違う楽器ですね。はい、そうか楽器屋さん、はい、楽器屋さんじゃないです。楽器屋さんもまた違うな。楽器っていうのはですね、はい、あの貝の中でちょっとミルク味のする美味しいやつです。楽器、それ楽器だね。美味しいけどボケまくりですね。あ、じゃないですね、うん、あの子孫がなくですね、はい、まつわれない無縁仏の霊ですね。で悪い霊となって現れていると言われてるんですけど、幽霊の一種ですかね。そうですね、無縁仏なんで、霊なんでね、そういう感じで、はい、祭の瓦でこう石コンコンって並べてる絵とか見たことないです。もう一回お願いします。祭の瓦でこの瓦の方で石ポンポンポンって。何の瓦？祭の瓦。なんで祭の瓦っていうのか。あの世の愚装、あの世のね、一歩手前の、え、三途の川ってこと？そう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 。あ、なるほど、はい、あ、聞いた、見たことないけど俺聞いたことある、はい、うん、多分そういう石をポンポンポンって置いてる、縦に並べて五段やってる鬼が、大きい石、中くらいの石、はいはいはい、ちっちゃい石、わっせーいい感じに並べた鬼がわっさーってやるやつです。それをやってる子たちのイメージに近いと思います。はいはいはい、なるほどね。でですね、その楽器っていうのは自ら食べ物を手に取ることができないって言われててですね、常にお腹を空かせてると。で楽器状態の楽器って書いて楽器って書くんです、うん、あれ聞いてないな、あの人。ああ、なるほどね。そこで聞いてない。旧盆中ですね、なるほどなるほど、各家庭で持ってないです、先祖のお供え物を奪おうとするんですけどね、自分では食べれないので、その楽器もですね、供養するためにですね、楽器のよう、楽器用にですね、お供え物をするっていう行事が背楽器っていうんですけど、楽器は他人からこう施し受けきれないからね、うんうんうん、食べ物も食べれないんで、
そのためにお供え物するんですけど、それを民抜くって言うんですよ。なんか聞いたことある。はいはいはい。そのお供え物ですね。お供え物のことね、はいはい、民抜く、はい、でこういうやることを背かきって言って、民抜くっていうのはですね、芋やさとうきびを細かく切ったものを木の実など添えてやると。木の実菜、うん、木の実菜を添えたらダメです。あ、そう、なるほど、はい。何ですか今日。はい、ボケまくりますね。新年だから。新年だからボケたい。はい、ごめんなさい、戻りますね。はい、でエーサーで踊ってるものが、ほっかむりをして顔隠して踊るのがあるんですけど、それもですね、ガキとしてお酒や食べ物をもらって施しを受けてるっていう一説があるということなんですけども、はい、あれ聞いてないんですよね今日ね。聞いてますよ。今日相槌が全然ないんです。聞いてんのかなと思って。聞いてます聞いてます。あんまり背書き興味なかったです。背書き あります。いやいや、今のはちょっとあるな。なんかな、ありますっていうですね、その発言。マイカーもあるんだね。だからこれはあれですよね。はい、いつもやらないですよね。どういうこと？キューボの時にね。キューボの時に一緒にやるから。はい、イメージとして先祖様はですね、はい、あのいっぱいお供え物を仏壇にあるじゃない、うんうんうん、でもこの一緒に来た悪い霊たちは、はい、それに手つけられないと、うんうん、でもかわいそうだからちょっとだからおこぼれを見抜くっていうのを作ってあげて、こう、うんうん、あなたたちも食べなさいよと。優しいですね。はい、うちのちゃん優しいんですよ、うん、で優しい、うん、供養していこうと。だから無縁仏すらも供養していこうと、キューボの時は。そして世の中ね、こういう悪い霊がいなくなるようにと、うんうん、していくの。キューボン、はい、エーサー、これ今でも獅子舞とかそういうのなんです。皆さんやられるんですかね。まあ、一部地域はやってますけど、僕たちおちゃやってないですね。私たちもやってないですね、はい、俺たちもやってないかもしれない。ということで、こちら3名の家庭をちょっとね、はい、心が貧相だと。またもう、そうなっちゃうのかもしれない。またや貧乏な感じですね。はい、はい、僕たちもね、盆の食べ物9本ちょっと手つけられないですからね。ある意味僕たちが癖がキスしてもらってる。なるほどね。はい、てな感じで以上です。ちょっと難しいですね、はい、これちょっと難しかったね。今日のテーマね、背書き、はい、うんうん、背書きだったらね、行きたいんだけどね、釣りしに。はい、背書き、まあいいや、はい、名護、はい、で女村ってば、女村、女村、女村、うん、はい、はい、大丈夫です。みみりさん、わかりました。ちょっと今回は難しかったです。じゃあもうこれ復習してくださいね。はい、はい、復習します。はい、はい、以上エイサー豆知識のコーナーでした。はい、続いて、はい、こちら参りましょう。はい、どうした。どうした、どうした。音が鳴ってない。音なんか鳴らそうかなと思って、ね、いや、鳴らして、鳴らして、音が鳴ってない。まだ早いかと思って。いやいや、鳴らして。エイサー Q&A、 目指せエイサー上方。このコーナーは私を含めリスナーの皆さんにも生徒として参加していただきながら、エイサーに関する問題に挑戦し、エイサー検定合格を目指すコーナーです。多くの皆様のご参加お待ちしております。はい、はい、その前に、はい、ほい、何ですか。ですね、はい、はい、コメントが来てますよ。はい、ありがとうございます。マサさんから。あ、マサさん、はい。ミミリー、明けましておめでとうございます。はい、ありがとうございます。宮城さんと徳山さんも、明けおめ、はい。明けましておめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい。明けましておめでとうございます。マサさん、おめでとうございます。はい。はい、そして、三毛猫好きな犬さん。いつものミミリースタイル、上の空な返事。はい、そうですね。はい、そうですね。そうですね。三毛猫好きな犬さん、面白いですね。はい。かりゆしエア見習い。これも、なんだこれ、面白いね。はい。はい、です。はい、ほい、じゃあ行きましょう。オッケー、いいですか。よろしくお願いします。おいす、はい、じゃあね、はい、今日の新年、うわ、はい、喋ってるだろうかい。タイミングがね、今日状態してますね。年明けなんで、ね、ちょっと待ってくれよ。はい、あの新年、待てよ、はい、新年、はい、一発目、はい、行きますよ。僕が、あ、もういいや。目指せ、そういうことね。はい、イエスです。日本、沖縄のお盆の季語、あー。今日ダメだな。あー、あいうえお、あ。今、日本、沖縄のお盆の起源とされているものに、中国で5世紀前後に作られた〇〇経がある。うん、その〇〇経、うん、次の4つのうちから選んでください、ミミリーさん。はい。
1、ホッケ鏡、はい、これ、ちっちゃい鏡じゃないんだ、まだ早いんじゃない、裏盆鏡、はい、耳に大丈夫、はい、3、南明ほうれん華鏡、4、オランダ鏡、はい、ここですかね、どこ、あ、ここです、ここです、ここです、もう一回言う、はい、お願いします、ホッケ鏡、はい、2、裏盆鏡、はい、3、南明ほうれん華鏡、はい、4、オランダ鏡、はい、さあどっち、自ら言ってくれる、お盆の起源ねとされているものね、中国、これ勉強しましたっけ、どっかで出てきたかな、出てきてないのかな、これは難しいですね、難しいですよ、はい、でもね、オランダではないと思います、おなぜ、なんとなく、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、オランダ、はい、オランダ、オランダースのいいのね、いや、フランダースのいいのね、あ、間違えた、はいはい、ホケでもない気がする、おお、おしよね、ハミ、オッケー、わかんないから南明法映画よく聞くから3番、はい、3番、はい、南明法蓮華鏡、はい、いいですか、ファイナルエイサー、はい、ファイナルエイサー、はい、今日あれですね、リスナーの方も動きが少ないそうですね新年だから、はい、じゃあミミリーは3の南明法蓮華鏡ということで3番でお願いします、じゃあ正解は、はい、テレン、2番裏盆鏡、ウェーイ、ピンとブー、いやいや、2番渡ってんだよ3番がブーブーなんですよ、そう、裏盆鏡っていうのがあるんですということですね、そう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 、2番がピンポンピンポンピンポン、そういうこと、そういうことです、はい、わかりました、裏盆鏡には、裏盆鏡、日蓮が、餓鬼道で苦しんでいる、お母さんね、母親をね救うために釈迦の教えに従って、うん、7月15日に供養して成仏したというお話があるということで、裏盆鏡ですね、今のお盆の、はい、なんだろうな、ルーツというか、うん、なんていうのかね、はい、ということですので覚えててくださいね、裏盆鏡覚えててくださいね、はい、はい、覚えておきます、この7月15日っていうのがね、旧の7月15日がエーサーのウクイの日にも当たるので、うん、そうそういうところでつながりがあるんじゃないかと、7月19日、はい、ということでした、はい、はい、以上です、はい、以上エイサー Q&A 目指せエイサー上方でした、はい、はい、続いてはインフォメーションコーナーでございます、はい、もちろんがないぞ、はい、いきますよ、じゃあ、はい、メッセージインフォメーション、あとね、のまあ毎年なんですけど、毎年じゃない、いつもなんですけど、エイサー講座、市内小中学校自治会ね対象なんですけど、はい、受講団体を募集してますということで、エーサー屋にですね問い合わせくださいと、098-989-5066、098-989-5066、これエーサー講座受け付けてますと、はい、であとエーサー資料展というのが、沖縄市の産業祭りでやるんですけども、この産業祭りが、今年、もう年明けてるので1月23日土曜日と24日日曜日、うん、だ会場、小僧どこんじゃなくて、県総合運動県、はい、県総です、はい、県総体育館のサブアリーナですね、はい、はい、ですね、うん、で、でその時に、24日なんですけど第7回の、エーサー検定特級試験があります、うん、耳が受けるやつ、はい、耳が受けるやつですね、1月24日日曜日この特級試験、午前10時から午後12時まで、うん、でこれが、県 の、 総合運動公園サブアリーナ、はい、まあ、ちっちゃい体育館というかがあるんですけども、うん、そこでやります、で、受験料というのがありまして1000円なんですけど、はい、でこの1000円とあと定員もあって30名ですね、うんうん、もう先着順になりますので、はい、これね、エーサー検定オフィシャルサイトというのがありますので、はい、ぜひこちらの方、見ていただいてお願いします、はい、であと問い合わせは観光協会、沖縄市の物産、観光物産振興協会の方までお願いしますということで、電話番号が、098-989-5566、098-989-5566になってますのでよろしくお願いします、はい、はい、ワントゥーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサー会館準備室の提供でお送りしました。お相手はミミリーと、エーサー会館準備室宮城隆と同じくエーサー会館準備室徳山でした。